個下か。なんかちょっと気になったんだけど、ここの武器って今何売ってるんだろう。見るだけね。見してください。わー、何ソードブレイカーって。刀身の片側に切れ込みが入ったギザギザの短剣。短剣か!ツインスワロー。バスタードソード。地獄の大釜。はぁ、あ。いいもん売ってるね。じゃあ私に行こう。もう待ってるじゃん、そこに、外で。なになに、決闘ですか?決闘?見とく?ちょっと。この、気まずい空気、この、睨み合い。戦闘の合図は、君か。ハワードの旦那の使用人イビリが始まったみたいだぜ。俺もヘマこいったらあんな目に遭わされるんだろうな、全くうかうかできないぜ。いじめですね、うん、いじめ。このクズめが、お前のようなどこの馬の骨とも知れん旅人を雇い入れたわしの恩を貴様はあだで返すつもりか。そうだね、死んでくださった。ただいたのレオパルドごはん。はあ、レオパルド。ちょっと待てチェルスちゃん、いつ誰がレオパルドちゃんを呼び捨てにしてよいと言った。ああ、おう、そうかそうか、お前も気分が悪いか、無理もないの。毒をもられかけたばかりか、あのような愚か者に気安く呼び捨てにされたぞ。信じてくださいよ、ハルド様。私はランチでレオパルド様の。レオパルド様のって。チェルス、もうお前落ちたな。昔そんなやつじゃなかったのにな。チェルス。落ちたな、お前も。昔は、学級委員長やってたのに。そんなお前も今では犬以下か。ご飯に毒など持っておりません。言葉だけでは信じられんな。ならば、わしが見ている目の前でその皿のご飯を食ってもらおうかな。もっと立ったままではならんぞ。皿を置き、地面に這いつくばってうまそうに食べるのじゃ。食うのか、ジェルス。それを食ったらもう、お前は戻ってこれないぞ。人の道を。ああ、食っちゃった、ジェルス。昔はそんなやつじゃなかったのに、テルスは。さあ、レオパルドちゃんよ、あのご飯はどうやら安全の容赦は食べてもよいぞ。ああ、かわいそう。テルスよ、レオパルドちゃんはお前の主人も当然じゃわしが言わずとも丁寧に接するのだぜ。丁重にか。よいな。もう戻ったか。はは、つまらんものを見せてしまったな。それはそうと、ここではなんじゃな。報告ならわしの部屋で聞くので上がってくれるとよいぞ。はぁ、あ、いじめだわ、いじめ。おい、犬イカ野郎。おい。恥ずかしいところを見られちゃいましたね。浜田様、今日はなんだか虫の居所が悪かったみたいです。なのに僕がヘマをしちゃって。クビにされないように気をつけなくちゃな。僕、このお屋敷も、ハワード様も大好きだから。うまく言えないんですけど、このお屋敷に使えることにすごく運命的なものを感じてるんです。なんだろうな、チェルスは、なんか賢者かなんかだったかな。賢者の子孫的な感じなのかな。ちょっとなんか、記憶が戻りつつあるぞ。なんかそんな感じだったような気もしないでもない。だからハワードも、なんか、そばに置いてるのかな?こっち。ライアン。
仕事の相手のモーナは噂のついつか女とやらが現れるのが楽しみだ。この新しい武器の切れ味を存分試してくれるわ。帰った方がいいよ、うん、持ってきたよ。おう来たか。さっき上、さっきのことなら気にせんでよ。いつはいつものことじゃからな。わしはあのチェルスの顔を見ていると自分でもなぜかわからんが、とにかく腹が立って仕方がないんじゃ。なのに不思議と首にしようとは思わん。きっとわしはあの男を死ぬまでいびり倒したいんじゃろうな。最低だなこいつ。どうでもいい、クランスピネルじゃ。クランスピネル、はい。なんか嫌だなこんなやつに渡すの。いちいち聞かんぞ。ないしろわしは結果だけを重視する男じゃからな。まあまあ出世はしそうだよね。うん、結果だけを重視するこのおっさん。おお、手に入っただけで感じるこの魔力の波動は間違いねえ。これぞクランスピネルじゃ。これさえあれば強力な結界も容易に作れるじゃろ。ついつかい女なぞ、もはや恐れるものではないわい。それにしてもお前さんも嬉しいじゃろう。何しろ大魔術師たるこのわしの役に立てたのじゃからな。よし、せっかくじゃ、次にあの杖使い女が来るまでわしの屋敷の傭兵として雇ってやろう。よいな。いや、いや、いいにです。奥ゆかしい男じゃ、遠慮などせんでもええぞ。わしとお前さん仲じゃろう。はあ、強制。こっちへ来るのじゃ強制でしたね。ああ、そこ扉になってんのか。わしの秘密の資料室がある。そこからある本を探してきてほしいのじゃ。本のタイトルは世界結界全集じゃ。その本に強力な結界のレシピが載っておる。よろしく。なんだそれ、なんだそれ、そんな本出てんの。週刊世界結界全集宝箱がいっぱいある。ハワード一族の歴史上巻。ディアゴスティーニみたいな。古文書がある。うん。我が名はハワード、偉大なる大呪術師クーパスより呪術の教えを請う者なり。我が師にして偉大なる大呪術師クーパスは強力な呪術の力を持つばかりでなく、何より聡明な人物であった。師クーパスは気づいた。いずれ世界に魔の力蘇りし時、己の持つ呪術の力が自分の一族こそ賢者の血筋であると魔の存在に示してしまうだろうと。師クーパスは賢者の血を魔の力に悟られぬように、自らの呪術の力を我がハワード一族に譲り渡した。呪術の力を失ったし、クーパスは最後の言葉もなく突然に私の前から姿を消してしまった。私は必死でその行方を探したが、シークーパスの行方はとうとう分からずじまいだった。うん、これ下巻かな。あ、下巻だ。はい、我が一族に因縁の呪いをかけることにした。ほう、この因縁の呪いがあれば、どれほど時が流れ、どれほど人の記憶が薄れゆこうとも、魔の力真誠に迫りし時には、シークーパスの末裔とその末裔と我がハワード一族の末裔は必ず導かれ。うわ、ってことはやっぱクーパスの末裔ってことか。チェルスは命を、我が一族の末裔がクーパス末裔をお守りすることをただひたすらに願うばかりである。逆じゃん今じゃ。そういうことだよね、多分そうだよね。ん、出てー、杖使い呼んでで、急げ。えい、遅いわ。何をやっとったんじゃ。どうやらあの杖使い女がまた現れたらしいわい。わしは、速攻で結界を完成させねばならん。世界結界全集は見つかったんじゃろ。さあ渡せ、すぐに渡せ。ただとはいかんな。うん
うん、それは確かにわけのわからんことを言った。すまん。おお、これじゃこれじゃ。何、結界ってそうやってつくん？うん、調合とかするんだね。はい、心配せんでもすぐにできるわい。何しろわしは偉大なる偉大な大術都市じゃから。おっと、そうじゃ。ナムナムナム、ほれ。あ、回復してくれたのか。うん、ありがとう。寝たわ、さっき宿屋で。マジハワードだわ、こいつ。さっき宿取ってきたわ。60ゴールドよこせよ、お前。60ゴールド。おい。お前、突き飛ばすぞ、その壺の中に。調合してやろうか。はい。ということなんで、とりあえず、外にいるゼシカをちょっと食い止めに行きますね。うん。はい。では、ちょっと一回、動画区切ります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。では、ゼシカをね、ゼシカの足止めに向かいましょう。動く石像。外でいいのかな。あ、手も足も出んとは。あ、そういえばさっきのあのライアンは、ライアン戦ってんのかな。ん？ハワードの上に乗っちゃった。ハワードの上に乗っちゃったよ。傭兵のピンクの傭兵のライアン、どこ行った？せっかく守りは万全にしておきなさいって言ったのに、随分と無防備なのね。黙れ！こっから先は一歩も行かせないぞ！ハワード様に指一本触れさせるものか！ハワード、クスクス。何がおかしいんだ。悲しいわ。自分の血に、刻みつけられた、大いなる運命をあなたはまだ何も知らないのね。私が狙っていたのは初めからあんな見せかけだけの男じゃないわ。この杖が全てを知っているの。私の狙いはかつて暗黒神ラフソンを封印した七賢者の一人、大呪術師クーパスの末裔。やっぱチェルスか。チェルスはあなたのことよ。悲しいわね。あなたの命を守るべきはずの男がそのことをまるで覚えていないなんて。やっぱりまだいたのね。チェルス、お前なんかしろよ。なんか魔法的な、なんか。あんたと戦うのは避けて通れないと思ってた。ただこんな風にあなたたちを死なせてしまうなんて少し悲しいわね。さあ、ゼシカ戦ですね。勝てるのか、これは。